の手入れ終わったところだったのにな。やり直しかな。話し相手欲しいな。少しならいい。やったー。それじゃあ。邪魔するぞと。お前何？この人私のボディーガード、ソルジャーなの。ん？ソルジャー？元ソルジャーだ。あらまあ、魔法の名、ね、ボディーガードも仕事のうちでしょね、何でも屋さん。あ？私の勘当たるの？ボディーガードお願い。ああいいだろう。でも安くはない。じゃあね、デート一回。え？やっぱり本物かよ。クラスはファーストいくらなんでもファーストってお前よ。だってよ。すぐに終わる。もう。ボディーガードは俺たちの仕事だぞっと。あれあれ、守ってもらえないか。これ企業秘密ってやつだ。いや、知らなくてどうせ。しまった。せっかくする。かな。
といぞっと。でもどんな仕事も楽しむのがプロフェッショナルだぞっと。刺激的な時を過ごそうぜ。そこで戦ってほしくない。ゾッと。俺はただクラウド、違う。なんだ、飛んでる。レノさん、お怪我は。いいからさっさと追いかけな。
ブルゴ。俺が先に行く。大丈夫だ。どこだ。あそこだ。おい、撃つな。おい、大丈夫か。怪我なんかさせてみろ。お前終わるぞ。目的は本。なんだ。逃げろ。動くな。だから撃つなって。しかし。あれを落とせば。どうなってる。近づけません。これ魔法か。ありがとう。さっさと出るぞ。クラウド、手伝って。屋根裏に逃げました。追いますか。いや、撤収だ。いいんですか。あとは相棒に任せるぞっと。おい、ちっちっちっ。ここにもいるのか。こっち来ませんように。俺から離れるな。わ、かっこいい。前に出よう。これより撤収する。諦めたらしい。消えた。うん、消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。早く行こう。ねえ、屋根の上行こう。ほら、あの柱のそばに駅あるの。クラウド、行くよ。あ、これからどうするの。しばらくはボディーガードだ。そうでした。その後は7番街のスラムに帰る。帰り道わかる。ああ、怪しい。さっきの男、あれはシンラカンパニーのタークスだ。タークスがあんたに何の用だ。そうねえ、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ。それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。暴力を匂わせて、脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は。顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。あれ、怒った。気をつけろ、狭くなるぞ。うん、ありがとう。
歩くの初めて。普通はそうだろうな。なんだかワクワクするよね。まあ最初はな。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか。意地悪。住んでないのか。うん、怒られないから安心して。ボロボロだね。俺が先に行く。かなり古い。気をつけろ。はいはい。ね、おっと、慎重に。心配しすぎ。私お姫様じゃないよ。嘘。私そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。この風景私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。みんな強く強く生きてる。時々それ感じて嬉しくなるんだ。私が先。クラウド待ってくれないんだもん。大丈夫か。余裕余裕。ほらね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかなって。わっと、口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。業務外だ。ケチ。って、うわっ、うわっ、うわ、おお、どう？仕事を増やすな。楽しそう。飛べるか？もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。ここ五番街スラム駅の近く。駅の近くなのにモンスターが出るんだ。うん、うわー、だからどうしたって顔してる。街のモンスターなんてたかが知れている。
備えだ。あまり前に出るな。じゃあ後ろから。いってきて。やっ。追い打ちだ。あんたに比べれば多分な。訓練場、宿舎、現場、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる。よし、準備よし、降下、集合。行くぞ。タークスだ。働き者だね。よほど大事なようらしい。私？クラウド？
どっちにしても見つかると面倒だ。じゃあ裏道行こうか。モンスターいるけど。シンラよりはマシだ。シンラ指定のゴミ捨て場なの。スラムの人たちも奥の方めったに行かない。身を隠すには都合がいい。誰も通らないわけだ。飛んでけ。消えろ。どけ。どこから来るかわかんないね。あの手のモンスターは弱いものから襲う。じゃあクラウド気をつけて。すぐすぐ協力すればでしょ。そっち行き止まり。当時途中でやめちゃったみたい。そう思うんだ。標的から襲ったでしょ。
れ、スラムの中心。まだかなりあるな。回り道したからね。疲れた？まさか。私お腹空いてきちゃった。クラウドは？のんきだな。うち着いたらごちそうするね。そんな暇はない。お母さんの料理おいしいよ。よし、そうと決まれば早く帰ってご飯ご飯。進むぞ。眠っていればいいものを。確実に。落ち着いていけ。お任せあれ。いけ。無事抜けたね。礼はいい、報酬がもらえればな。ん？支払い中ですけど。ん？ん？ああ。
来たらもう安心。タークスを忘れるな。ああ。どこから来るかわからない。気は抜くな。そっち駅だよ。なんだろう。おい。私は今五番マコロの内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの兵器開発部門統括のガーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。邪魔。5番マゴーロにて発生しました爆発について現時点で判明していることをお教えいただけないでしょうか。現在5番マゴーロは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番マコール内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。あ、いえ、そのご心配なく。こんなことで神羅は揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド、行こう。なんで爆破なんてしたんだよ。ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。お店たまに手伝ってるんだ。エアリス。あ、またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。あ、エアリス！みんなここで何してるの？マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの？また教会？今度一緒に連れてってよ。よう、エアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも言って。一体どうやってあんなに見つけたんだ。実はコツあるの。彼はボディーガード。家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。話しかけるといいんだぜ。おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから
みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ手を洗っておいで。収穫したらエアリスにも届けるからな。いつかジェシーお姉ちゃんに弟子入りするの。クラウドはお花好き？考えたことがない。ふん、花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ？本当かな、うん、ま、いいけど。この道を抜けたら私の家、着いたらお母さん紹介するね。あれが私の家。すごいな。ねえ、こっちだよ。どうぞ。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど、一体。私のお母さん、エルミナ。こちらクラウド、ボディーガードなの。あ、世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする。面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う？報酬すっごく高いのに。お母さん、聞く？待て。カゴを取ってくるから、ちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。